さて今回は、まあ、パートナーシップ制度についてちょっとお話できたらなって思ってます、うん、はい。ね、まあ実際僕らそういう風なことして、なんか今回として真面目な話になるんですけど、ね、今年の、2018年の9月の6日にね、そうパートナーシップ先生をしたんですけれども、うん、まあね、うん、日本だと、うん、今あ、9つの都市で、もっとあるんじゃないかな、あ9つらしいよ。あ、え、今本当に調べたら OK、 うん。でまあなかなかそのゲイの方でも実際そういう風にパートナーシップしてる方とかは少ないと思うんですけど、うん、まあ僕らしたので、それの、うん、まあそっからした上で変わったこととか、うん、そういう風なことをお話しできればいいなと思うんですけど、特に変わったこととかはありましたか？特に変わったこと、それこそ、最近病院に行ったんですけど、うん、病院で、うん、緊急連絡先、うん、とか、うん、やっぱ記入する欄があるじゃないですか、うん、そういう時に、うん、パートナーで、うん、まあ、しょうちゃんの名前書いて、うん、しょうちゃんの電話番号書いてっていうのを、うん、まあ、したんですけど、うん、なんかやっぱそういう時に、今までだったら緊急連絡先大体、うん、まあ、母親とか書いてたんですけど、うん、まあね、そういう、まあ、意識的にそういう名前、うん、まあ、しょうちゃんの名前をね、うん、書いたりとか、うんうん、で、まあ、中野区の、まあ、うん、病院なので、うん、まあ看護師さんたちも分かってくれてるのか、うん、あ、素敵ですねみたいな感じで、うん、すんなり受け入れてくれてましたけどね。結構、まあなんかそうだよね、確かになんか、うん、配偶者になるとちょっと、まあ法的効力がね、うん、残念ながら今のところパートナーシップ先生にはないので、うん、まあ、書くことはできないんですけど、うん、なんかそういう緊急連絡先だったりとか、うん、ね、なんかそういう、まあ、例えば、うん、生命保険とかの受け取り人とかに設定というか、うん、受け取り者を誰にしますかみたいなところで、うんうん、パートナーを、うん、選ぶこともできるんですよね。で、そういう保険会社とかもやっぱりそういう同性のパートナーシップをしてる、方たち抜けのサービスじゃないけど、うん、をもうどんどん取り入れてやってるみたいで、何社かあるかな。で、この間その生命保険の会社に問い合わせをしたら、うんうんうん、まあ、今回パートナーシップを先生をしたので、うん、ちょっと受け取り人を変更したいんですよっていう相談をしたら、うん、あ、大丈夫ですよっていう、もうなんか、うん、心の良い感じで対応してもらって、うんうんうん、で、まあ、その、いざ申請をするっていうことになると、まあ、そういう証明書、うんうん、で、うちらでいう中野区の、パートナーシップ先生の、証明書っていうか、うん、前回アップしたかな？してないかな？表彰状みたいなアップしてないかな、あるんですけど、うん、それをもう、うん、区の方からも何かあればこれをコピーして提出してくださいみたいな感じで言われてるので、まあ多分そういう書類を提出すれば、うん、まあ、婚姻関係になくても、うん、受け取りをねすることができるとか、うん、逆に申請も、うん、代理でお願いすることができるみたい、うん、なので、それはもう本当に良かったなって思うよね。そうね、うん、万が一なんかあった時に、うん、やっぱり家族じゃないから、うん、婚姻関係ではないから、やっぱ結婚してるわけじゃないから、うん、場所によってはね、やっぱり拒否をされる場面もあるみたいな話は聞くよね。まあまだ
残りつつはあると思いますね、まあ、そういうこともねまだ、うん、まだまだ残ってるとは思うので、うん、まあそうですね。あとはデメリットとしてはその例えばデメリット区とか市の自治体でやってる制度であるので、うん、そこを例えば転移そこから転居する場合とかは転移って言わない？病気じゃない？転移転で転居ね転居あ転居って読むんだそうでで、そういう場合とかは一回変換しなきゃいけないっていう風に言われたよね。そう、中野区の中で引っ越す場合でも、うんうんうん、一回その発行していただいたその証明書を返却して再度再発行してもらうっていう手続きが必要なんですよね。認められてる区と区から認められてないところに移動した場合とかはもう何もなくなっちゃうしとか、まあでもどんどん例えばその東京23区内とかでもどんどん進めてるところは多かったり、今何検討中の 区とかも多かったりするから、まあ時間の問題かなとか思ったりもするんですけどね。え、まあ手っ取り早いのはね、もう日本が、うん、同性同士の結婚を認めてくれるのがね、やっぱり一番そう手っ取り早い、ね、手っ取り早いっていう言い方はあれだけど、まあそうなかなかね難しいとこは難しいと思うので、そうだね。そう。まあでも、うん、パートナーシップ宣誓が、うん、まあできてるだけまあそうそう大きな一歩だと思う、うん。なかなかそこまで来るにもさ、うん、なんか例えば僕らの20代の、うん、今僕らのこの年で何そういう風にできたのは良かったなって思うけど多分。うん、りょうちゃんが僕の同い年ぐらいの時だったら、うん、多分想像できなかったことだと思うし、うん、そうだと思う、うんうん、だからなんていうかね、うん、うん、またね心の持ちようがちょっと変わるというか、そう、やっぱり一人じゃなくなった意識があるのでちょっと健康面とかもちゃんと、気をつけないといけないなとか、あとはもう自分たち僕たちの中ではもう夫婦って思ってるので、まあ外でねなんかちょっと腕組んだりとか手をつないだりとかなんかもう堂々とはあんましないですけど、堂々とはしないけどちょっと人混みの中でしたりとかするよね。ああ俺が腕組んじゃう癖はあるかもしれない。そうそう。で前だったらなんかちょっとやめてよ、恥ずかしいからやめてよみたいな、なんかちょっと見られてるからやめよみたいなちょっと意識があったんですけど、今はいやもう夫婦だし、ね、いいかなみたいな、うん、あらだね、うん、そういうなんかちょっと意識的ななんかその変化も、うん、ありますね。そうなのでうん、そうだね。だからまだなんかそれこそその僕らが、うん、そのパートナーシップする何その中野区で始まった初日に僕ら申請したじゃない、うんうんうん、それで発行してもらったりしたから、うんうん、まだその時点で中野区ではやっぱりその何まだ決め事とかも多分そこまで、うんうんうん、なんかちゃんと決めてなかったと思う、ねうんうん、曖昧に決めてた部分とかもいろいろあると思うし、うん、だから多分今じゃあそれで区に申請して発行してもらったらまたなんか状況が変わってたりすることもあるだろうし、うんうん、これから変わるものもね、うん、やっぱあるかもしれないし、まあいい方にも悪い方にもあるかもしれないしね。そうだね、うん、わかんないけど、そうなので、うん、まあでも今のところ結果的にはやっぱりね、うん、パートナーシップ宣誓してよかったねはいっていう感じで、はい、今回はそういうお話をしました、はい、パートナーシップ宣誓について、はい、なので、はい、またね
これに関してもね、いろいろ質問だったり疑問だったりあれば、うん、コメントをしていただければ、うん、分かる範囲で、分からないことはね、ちょっと調べてでも、うん、お答えできればなと思うので、はい、ぜひぜひコメント、はい、お願いします。はい。と、チャンネル登録と、はい、高評価ボタン、気に入っていただければ、はい、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。ではまた。